お、こいつはすげー、たくさん人間がいるぜ。みんなこんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれよ、亀の挨拶よく知らないやつをこっちの後ろで見つけたぜ。ガイドさん、はい、一番前の列だ、端から3番目、黒い甲羅で顔にホタテがいくっつけてる男性さ。そうさよ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？トモヤです。トモヤ、クールな名前だぜ。よし、トモヤいいかい、俺が最高だぜって言ったら、トモヤは両方のヒレを高く上げてうおって言うんだ。トモヤニヤニヤしてる場合じゃないぜ。こんなトモヤ、隣に座ってるのは君のパートナーかい？ Yes。 そうだよな、顔のホタテ貝同じだもんな。よし、じゃあトモヤ、君のパートナーにトモヤの新しい可能性見せてやろうぜ。全力で頼むぜ。いくぜ、トモヤ最高だぜ。イエーイ。違うぜ。トモヤ、いやすげー元気よかったんだけどさ、トモヤイエーイじゃなくてウォーだ。いやでもすげーよかった、今の元気でもう一回なウォーでやってみようぜ。いくぜ、トモヤ最高だぜ。イエーイ。違うぜ。俺の話全く聞いてないよな。よし、じゃあみんなでトモヤを助けてやろうぜ。ウォーで行くぜ。お前たち最高だぜ。やるじゃないか、みんな自分に拍手を送ろうぜ。みんなありがとう。トモヤ今みたいにウォーで頼んだぜ。よし、今度はこっちの前に行ってみよう。一番前の列で真ん中の通路から3番目、黒い甲羅のお嬢ちゃん話そうぜ。こんにちは。お嬢ちゃんの名前なんて言うの？アベノア。かわいらしい名前だな。アベノア、アベノアは今日はさ、どこからやってきたの？福島。福島すげー、知らないけど。そうかじゃな、福島ってところからここには誰に連れてきてもらった？わかったぜ、偉いぞ、教えてくれてありがとう。よし、じゃあアベノアのママとパパどこだい？ヒレを上げてくれ。どこだい？お、すぐ後ろだ、パパ。パパなんて素敵な笑顔なんだ。よし、じゃあママと話そう。ママの名前はなんて言うの？ママの名前なんて言うの？アベマリアです。アベマリア、優しそうな名前だ。アベマリア、アベノアからいろんなことを質問された経験ってあるかい？いや、あんまりないかもしれない。そうなのか。そうか、アベノア自立してるんだな。そうだな。いや実はさ、俺の息子でスクワートってのがいるんだけど、スクワートはないつも質問ばっかりしてくるんだ。だから人間の子供もそうかなと思って聞いてみたんだ。アベマリア、教えてくれてありがとう。アベノアもありがとう。パパごめんな。実はさっきもそのスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕らと違うのって。で俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからみんな人間のことを教えてほしいんだ。協力してくれるならはーいって言ってくれ。せーの。お前たち最高だぜ。トモヤついてこいよ。ウォーで元気よく頼むぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ。じゃあこの中で食べる人ヒレをあげてくれ。どうだい？食べないやつ結構いるんだ。どうやって大きくなったんだ。今度はガイドさん、こっちの後ろに行ってみよう。一番前の列だ、端から3番目、頭の上にもう一個頭乗っかってる女性。すげえ話そうですね。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？リョウカです。リョウカ、よろしく。なリョウカ、
君の大好物ってなんだい？お寿司です。お寿司？お、初めて聞いたな。それはどんな食べ物？お魚です。ちょっと待ってくれよ、リョウカ。リョウカ、俺はな、魚の友達結構いるんだけど、君魚を食べるのか？みんな逃げろー。おお、りょうか。りょうか、肩ひれを上げてくれ。俺が言ったことを繰り返してくれな。魚は友達。餌じゃない。守ってくれよな。いや、びっくりしたぜ。いや、冗談だとしても海の中でそれ絶対言うなよな。びっくりしたな。まあでも正直に教えてくれてありがとうな。みんなで拍手を送ろうぜ。いや、びっくりしたな。よし、今度はみんなの番だ。俺に聞きたいことがあるやつはヒレを上げてくれ。なんでもいいぜ。どうだい、クラッシュ、まず前の子が質問あるみたいだぞ。ハンク、いたのか。ありがとう。まずはこっちの前に行ってみよう。一番前の列で真ん中の通路から2番目、白い甲羅の坊や、話そうぜ。こんにちは。いきなり自己紹介なのかな。おやな、もう一回の名前なんて言うた？よろしくな。よし、じゃあな坊や、俺に聞きたいことなんだい？おお、名前何回も聞いたぜ。もう一回な、質問何がいいの？聞きたいこと教えて。お、なるほど、3歳って言ってたのか。そうかそうか、坊や報告ありがとうな。そうか、坊や3歳だったのか。俺はな、今150歳なんだ。あ、でもな、まだまだ若いぜ。その証拠に見てくれ坊や、俺のお腹6つに割れてる。坊や意味わかんねえよな。あとで友やってやつに聞いてみてくれな。ありがとうございます。真っ先に勇気出して開けてくれてありがとう。みんなで拍手を送ろうぜ。いや、嬉しかった。また話そうな。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？後ろの大人も遠慮すんなよ。なんだっていいぜ。今度は真ん中の後ろに行ってみよう。前から3列目で、ガエルさん、こっちの通路からな、4番目だな。黒い甲羅で頭に黒いムール貝乗っけてる女性。そう、話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前は？まゆみです。まゆみ、よろしく。聞きたいことは何だ？私、今月12月誕生日なんですけど、地上だとケーキでお祝いすることが多いんですけど、クラッシュ、海は何でお祝いするんですか？そうか、君たちもケーキでお祝いするんだな。俺たちもな、バースデーソングを歌ったり昆布ケーキとか食べるんだぜ。そういう意味では共通してるんだな。じゃあな、まゆみ、君の誕生日って何日なの？12月19日です。19、なるほど、じゃあ2週間ぐらい後なんだな。まあでもな、まゆみ、今日出会ったのも何かないんだ。ちょっと早いけどさ、俺からまゆみにバースデーソングプレゼントしようかな。あ、じゃあせっかくだ、この中で他に最近でいいぜ。最近誕生日ってやついるかい？もしいたら振り上げて教えて。お、結構いるんだな。お、待てよ、トモヤも誕生日なの？そうか、隣のパートナーがすげえアピールしてたから。そうか、分かったぜ。じゃあ俺からみんなにバースデーソングのプレゼントだ。ちょっと待ってくれよ。ハッピーバースデー真由美とトモヤとお前たち。ハッピーバースデー真由美とトモヤとお前たち。卵から帰った日をめでとう。みんな一緒にハッピーバースデー真由美とトモヤとお前たち。みんな拍手をどうぞ。ちょっと早いけどさ、今日しかできない思い出いっぱい作れよ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？何でもいいぜ、遠慮だけはすんなよ。今度はそうだな、もう一回こっちの前に行ってみよう。前から3列目真ん中の通路側の黒い甲羅だな。坊やと話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？リンシロウ。
レイジローで合ってる？リンジロウ。リンジロウで合ってるかい？ジじゃない、ジ。ごめん、お、なんだって？ジロウ。ごめんな、人間の名前って名前慣れてないからさ。ごめん、ガイドさんなんて言ったかわかるかい？リンシロウくんだって。リンシロウくん、ごめんな、耳にプランクトンでも詰まってたんだろうな。ごめん、ガイドさんもありがとう。よし、じゃあ仕切り直してリンシロウ、俺に聞きたいこと、なんだい？大きくなったら何になりたいんですか？大きくなったらか、なるほど、そうだな。まあ俺今150歳なんだけどさ、これより大きく、あ、でもな、俺実はな、シェリーっていうパートナーがいて、シェリーとの間に65匹の子供たちがいるんだけどさ、そのな、65匹の子供たちみんなが俺みたいな神になりたいと思ってもらえるような、そんなの一人前というか亀らしい亀になりたい、そういう気持ちは常に持ってるから、だからさ、俺は子供たちに亀としての生き様を見せるために海藻をたくさん食べたりサーフィンすげえ頑張ったりしてるんだ。じゃあな、リンシロウはさ、大きくなったら何になってみたい？カマキリ先生。カマキリ先生、あんなことかわかんないけど、でも先生になりたいんだな。そうか、素敵なことだよな。君が先生になって、そのカマキリって何のことかわかんないけど、いろんな子供たちにそのカマキリのことたくさん教えてあげられる日が来ることを祈ってるぜ。みんなで応援と拍手を送ろうぜ。いや、君がみんな教えてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。ねえ、置いてかないでよ。ドリーとデスティニーだ。よし、みんなでドリー、デスティニーって呼ぼうぜ。せーの、ドリー、デスティニー。わーわー、ハロー、こんにちは。ハローみんな。いや、今人間の世界のこといろいろ教えてもらってたんだ。そうだ、クジラ語みんなに教えてやってくれないかい？お、デスティニーがいい。私も教わったの。うん、教えてくればよかった。いるけど。わー、いつから？じゃあみんな、私の後に行ってね。クジラさん、ハロー。みんなでやろうぜ。せーの、クジラさん、ハロー。人間やる。みんなすごい、とっても上手かったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。どうすればいい？クジラさんにどいてって言って。みんな、クジラさんどいてだ。せーの、クジラさんどいて。みんなのおかげでドリーが助かったぜ。お前たち最高だぜ。海流パパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。バッチリだ、楽しかったぜ。ありがとう。今度は福島で待ってるぜ。